相手の平祐がともみのきひかるでございます。皆様どうもごきげんよう。 はい私たちはチャンネル登録1万人を目指しておりますはいチャンネル登録まだの方がいたらぜひぜひポチッとボタンを押していただけると嬉しいです,嬉しいですどうぞよろしくお願いいたしますはいというわけではい本日はなんと公演レポートなんですけれども、うん、そうですよねもう待ちに待ちに待ちました <laughs> ベルサイユのバラ 50, 50初日を感激させていただきました、えー こんなことある。本当やね。本当にね、ありがたいことにね。そしてまた見やすい、お席で見せていただいて、本当ありがとうございました。奇跡や奇跡でございます。はい、そしてね、思わず、思わずじゃない、買ったパンフレットじゃじゃん。じゃじゃん。これすごないですか、皆さん。まあ、中身は見せれませんけど。もうね、このカチカチの本みたいな。本なんですよ。本ですよ。いや、これは価値ある。 これめ私ちょうど財布に2000円しか入ってなくてしかも現金でしかお取り扱いしてもらえなくてギリギリ書いたやつ買えなかったら手のひらさんに貸してってようと思ってたやつねすごいよねこれ2000円は。で中身はもう出演者一人一人の方のお写真とメッセージみたいなのが書いてあったりねその時代のお写真とかねポスターとかね。 ねあのちょっとネタバレいっぱいあると思うのでまだねこれからご覧になられる方見たくないよっていう方はここからはご覧にならないようによろしくお願いいたします。はいというわけで私初日だったので「ねベルバラ」のレジェンドの方たちが出る回を見させていただいたんですよ。春ささんんはじめ 浅見礼さん大鳥蘭さんというねいや50年よやばいすごいよね50年ってすごいそして上田真二先生も出てきてくださってそのレジェンドの4人の方たちとちょっとしたトークの時間があってねあ上田先生久しぶりと思って本当にお元気なお姿見れてちょっと嬉しかったよねそうやねこれ思ったうん私 ベルサイユのバラ好き <laughs> そうねやっぱり私好きだわと思って <laughs> あのねやっぱり幕ほら一番最初「ベルバラ」って鐘から始まるでしょ「カーンカーンカーン」あの瞬間にもちょっとね心拍数上がってきたもんそうね。で、うん、あのままだったじゃないご覧なさいから始まる感じがもちろんおじいさんの公演なのに皆さんあのちゃんと舞台メイク動乱化粧されてて、はい、あのお衣装であのセットで。うんうん ちゃんとしてくださったんですよね。よねあれに感動した、びっくりした。え、これ王子公演現役公演って思うぐらいの,幕開きの、ね。<laughs> ぐらいですよね。マクやったのよね。そうそづきひかるさんだったり、はい、綾乃木翔さんが最初にね、マクアキ歌ってくださって、うもう現役や。んあの化粧したらもう現役やね。現役やった本当に。めっちゃよかった。やっぱレジェンド様方ですよ。なんやろうね。 重みが違う。重みが違うね。重みが違う。もうさ、浅見玲様、やっぱり浅見玲様は、あの、えびなんですよね。えんびです。で、こうこう、なんかハスにこう斜めにこう出てこられた瞬間。ははははってなった。 あすごいあさみさんやっぱりすごいすごかったーオーラがねーだってもうさオオトリランさんとか出てきた時<う>ほんと3階まで1回明るくなったよ <laughs> ね太陽出た感じやったもんね確かにでやっぱりさ「ゆけゆけフェルゼン」をねオオトリランさん歌ってくださったじゃない、はい、そうですよ「もうさあのゆけゆけ!」ってあのもうあの言い方たまらんくない 決してさやっぱりもうレジェンドの方だねそのま派手さはないけどもう芯がすごすぎてしっかり声も出てね素晴らしかったと春名由里さんとかもやっぱりすごいお上手やねでやっぱあのその当時の映像みたいなのがね結構長い間流れてたりしたんですよそうなんですよ皆さんやっぱりねかっこいいわめちゃくちゃ綺麗かったねねえアンナジョンさんとかも綺麗綺麗やね いややだからやっぱりあすごいやっぱ50年の歴史ってこんだけすごいんやなと思って客席の人たちも,もう隣の人なんかもすごい多分、うん、あのオールドファンの方だったのよ,んですよ、ね、だからもう妙子さんとか出てこられた瞬間にも、うん、もうパッてなってるのよ <laughs> もうでも「ベルサイユのバラ」の歌もう名曲いっぱいあるじゃないよあれ絶対みんな歌えるやつやん。うん、もうよかった だよそしてやっぱり私たちは平成宝塚世代なので 2>、はい、第2期って言うんですかね 2> 第2世代みたいなこと言ってはありましたね、うん、2> 第2期世代なので、うん、私はどうしてもやっぱりね鈴風さんが見たかったからもう,、はい、もうこの日と思ってチケットねね、はい、そうですよ、ねうん、まあ小月渉さん「に始まりも」も渉、はい、さんなんてもうびっくりするぐらいかっこいいよね。そう <laughs> びっくりしたよね。スタイル変わってなんかするてびっくりした。本当に。なんかなんか年々綺麗になっていってる気がする。ねえ。マリイチロウさん、もうイチさんも衣装綺麗かった。だよ。ねえ。そしてアサジサキさんも。いやもうねアサジサキさんね出てこられて。でもマリコさんもさめちゃくちゃなんかお綺麗になられてない。ですよ。ね本当に。なんか黒の上下にもキラキラが。はい。 やっぱり星組さんってキラキラ似合うよね。そうですよね合ほんと思った。ねえマリコさんねこう出てきてこう歌われて一歩ね、はい、一歩こう歩くじゃない。はい、歩き出す時にちょっとねこう片足こうのね片足が浮いてる時間がちょっと長かったの <laughs> そこが私的にはツボってこうもう普通に歩き出すんじゃないのよ。 さすがやなもうそういうところも星組さんってすごいよねって思いながら見ててめっちゃ見てるねやっぱり、うん、目の前やったから <laughs> めっちゃ見えたのよそしてもうねシオン y o 様ですよもうシュウさんさ衣装がさ <laughs> すごかったね本当、ね、にえた。 でもさもう一本のシワも寄ってないやん現役さんの衣装より綺麗なんじゃないかっていうぐらいもうおじでしたアレンシメさんのこだわりなんですよね歌声も変わってないしさ変わってない三大席を見る目も変わってないしさ変わってないなんかそういうのすごい嬉しかったよねヒアンさんですよアンジュミ皆さんンさん。変わってないもう大好きそしてヒューガカオルさん私にとってはやっぱり最初のフェルゼン様なのでそうですよね またね見れたっていうのは、うん、もうすごい考え深かった。うん、もうカナメさん号泣よ。そうよ。カナメさん、うん、泣いてたりしてるよ。<て>る <laughs> あ,あの他の方はね髪手から出てきて下元に座って行かれたのに、カナメ様だけその台の上から出てこられて、うもうそうシルエットの時点であカナメさん来たと思って。<laughs> あやばいカナさんカナメさん来たと思ってさ。 で階段の真ん中からわがなおもちろんわが名をすから歌ってくださって要さんだけあの歌い終わりがね、うん、センターだったのよ皆さんはこう歩いていって下手の袖でこう歌い終わってこうどうぞみたいな感じでカナメさんはセンターでずっとこう<笑い>ニャー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 ニャからャーニ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 ャーあャーニャーニャ あさん私は見てくれてると思って絶対めさんの今キラッて言うやつに私が映ったと思ってた幸せやろそう思ってたら幸せやろ多分そこの辺周りみんなそう思ってたと思うけどそれでええねんと思ってでめ様ねお春やん歌い終わった後去る時にねこうねこのこっちに余韻を残してこういう感じでここまで振り返ってこうずっと。 さっってってくれたのよ普通はさはい、はい、この正面ぐらいから正面ぐらいがこうやん違うねかなめさんはこの後ろまでこう行ってこうなったわけよ。まあ、次の人のご紹介だったのかもしれないけどいやでもやっぱりほら上手側にいた人間としては上手に余韻を残してくださったっていうか「<laughs> うん、はいどうぞあなたたち」みたいな感じでやってくださったのが嬉しかった。はいはい <laughs> っていいうお話でしたはい、<laughs> ごめんなさいめさんの話になるとちょっとそうよね。っていうのがありまして、うん、そこからあの再現ね「うんうん、ベルバラ」の名場面を再現してくれる再現してくれる<う>っていうのがあってだからもう、まあ、名場面といえばオスカル・アンドレのところと、はい、あのフェルゼン・マリー・アントワネットじゃないですか、はい、そこのね主だった場面。 ピックアップやしてやってくださったんですけど、私たち見に行った時はね、オスカルが大木かなめさんで、<う>アンドレが大月トーマさんって、ジェローディジェローデルが相月光さん、はい、良かった、良かったね。でもね、あのやっぱね、ベルサイユの花とかそういうお芝居って、うん、もちろんその主要メンバーめちゃくちゃ大事じゃないですか。はい、で,すでもそうじゃないんですよ。そうじゃない。そうじゃないのその。うん 衛兵隊だったり、はい、その民衆だったりっていう、はい、その軍部の芝居がどれだけ大事かっていうのを皆さんよくご存知ですよね。はい、でもやっぱりさすがおじいさんですよ。はい、で皆さん何度もベルバラ経験してらっしゃる方もいらっしゃるので、はい、軍部芝居が本当に素晴らしかった。素晴らしかったね。もう衛兵隊とかすごい良かったよ。良かったね。うん。 もうね結構みんな一人一人表情を見てたらあみんな違う表情をしててあいろんな思いでここの衛兵隊としているんだなっていうのが伝わってきたからやっぱり持ってらっしゃるわよ皆さんフェルゼンが和尾陽花さんでマリーアントワネットが星名ゆりさんっていうっていうかあの和尾さん自地でフェルゼンやってたもんねすごいね地下やったねさすがやねさすがでございますよで星名ゆりさんもやっぱりお上手変わってないようん びっ,びっくりした。びっくりした。当時と多分同じあのマリアーガード・アネットのドレス着,着てらっしゃったんですよね。素晴らしいよ。いお芝居に入っちゃったもん。あのもう皆さん大好きなねあのダントの最後の場面ですよね。うん、そ,うそうなのよ。で、まあこの度ちょっとねあの、うん、ナトリーレー様が体調不良で出られないということで、うんうん、あのミス・サノエル様がねピンチヒッターで出ておられたんですけど、うんはい、やっぱね。 ノエルさんのエルさんはメルシー伯爵でも出てくるんですけど主にあの MC 担当でやってらっしゃってっていう再現場面がありで最後にはフィナーレナンバー「うん、もうベルサイユのバラ」のもう皆さん大好きなフィナーレがついてたわけですよ。バラのあれ単語 パパパパラダ、パパパパラダ、もう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 沖田ヒロ先生みたいな、もう沖田ヒロイ先生ありがとうっていう。あれ好き、金梅さんですよね。沖なめさんがまあちょっとセンターでね、センターであのオスカルで多い感じでやられてたわ。私あれ大好きだよ。わかるわかる。もうさ、もうもうああやってるだけでさもう暑いやん。 やっぱねあのマナミソラくんの踊り方がすごい好きで、はい、もうセンターにおられるよ。そうで応じ声といえばもう絶対マナミさんじゃないの。そうなんですよ。やっぱりねあもうこのね腕のねこの, <laughs> こ,の,こ,のこの耳の後ろに入る入り具合がすごい良かった。<laughs> あやっぱ北先生はそうよねってそこまでいかないとねって思って <laughs> 確かにねこんなあの上手なあのね,のねあの袖の着てはるんですけど。ね かったわ。そしてあのボレロもすごかったね。ボレロはあの星野英里さんと小月わるさんが踊られてたんですけど。あれも北先生。あれも北先生だと思います。だってあんな振り付けする人いないよ。ね。みたいな最後。いやでもね、あの北先生の振り付け改めて見て思ったのが、あの客席をどん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 こっ この舞台に引き込んでいく、うん、もうみんなの集中を、うん、もう最後のクライマックスに向けてもう全部引き寄せてくるじゃない。<う>で最後の最後でじゃんっていうのを見せるっていうあの振り付けと音楽素晴,っ素晴らしいなっって思ったよね本当にね。で今回「コサメ」はヤン様が一人で踊られて歌われて一人で歌って踊るそうですってよ。うん 前は大浦瑞希さんと踊ってはったんですかあ、そうじゃないですかじゃあだからそうか。大浦瑞希さんと踊ってはったっていう感じなんじゃないもしかしたらいやだ泣いちゃうそう、なんか思ったあ、泣いちゃう、そうですねヤンさんはあの時違うオスカルもされてましたよね役替わりで確かねえされてなかったいやしてましたよねいやでもそんな思ったらちょっと泣け泣けるわねえ そして、あのフィナーレね、あのシオンユウ様はねまず最初に愛の。ひつぎ。愛のひつぎ。愛の。へざぎ。あや、あや、怪しい、怪しい、怪しい。いや、でもね、本当ね、で、娘役さんがね、周りで踊ってくださって。そうなんですよ。やっぱ、私は、シ清水さんの周りに娘役さんがいるって、本当、すごい好き。好きね。ね、本当、美しかった。えなんかも、なんかね。 締めさんファンの方は毎年ンショーとか行かれてるから締めざまの現状をよくご存知なのかもしれないんですけど私たちお久しぶりだったじゃないだからやっぱり締めさんのあのお姿河原の歌声を聴けて本当幸せやったのと娘役さんをねいちいち見る目がねもうねみんななんかこうかけに行くでしょこの時にわかるわかる。 <laughs> しめさんや,しめさんやだからね、はい、ほんとね一人一人にまで、うん、あの心を配って、はい、あ,のあなたたちがいるから私がここにいるんだよぐらいの、うん、気迫で歌ってくださっている姫様が、うん、あ現役の時と変わらないなって思うと幸せやっでよね。うん、で最後オマージュ、はいねあの 組さ2001年の「空組」さんからかな葉山先生が振り付けされてあのかります斜めに男役さんが演技で出てきて光がさーってさすっていうすごい綺麗な「オマージュ」っていうあれねあれの最初の歌をね鈴加瀬さんが歌ってくださってやっぱオマージュ追悼っていうことなので「そのベルサイユのバラ」今まで出られてた方でまお亡くなりになられた方いっぱいいらっしゃるんですけどその方のお写真とともに要さんのねはい 宝塚川が心のふるさとを歌ってくださってこれがね要さんの日と一郎さんの日とあってうん、うん、私はどうしてもどうしても一郎さんでも聴きたかったけど、はい、やっぱり要さんで聴きたくてっていうので,で、ね、もうそこで号泣ですよ。号泣でしたねでオーラ水木さんの写真出てきた瞬間もう号泣ですよ。すよね、私ののフェルゼンなのでね で和尾さんが中心でね男役の子たちがその後おまじ踊ってくださってあのエトワールねびっくりしたよ花束ゆめちゃんめちゃん素晴らしかったいや普通にさ一回目のなんかあのあのなんと何わかで終わるんかなと思ったらその後にオブリガードついてたじゃないオブリガードオブリガードであのそうそうそう たいやよう考えたら多分男役さんが、はい、あの着替えなあかんから、うん、まあそこでちょっと時間かかないとダメやっていうのもあってあオブリガードがもしかしたらついたのかもしれないです、うん、はい,はい,はい、はい、よくぞよくぞ,よくぞ歌ってくださいましたっていうぐらい良かったね素晴らしかったわなんかやっぱり最近、うん、なかなかああいう宝塚っぽい歌い方をされる 片て、うん、個人的にはあんまり聞かないなって思ってて、ね、やっぱでもベルサイユのバラでさ、はい、聞きたいじゃないそうでございます聞けました<や> <laughs> 素晴らしかったです,たですね。本当になんか貫禄あったね。 かね。もう本当、うん、お腹いっぱい。お腹いっぱい。なんかね、まあ、お祭りな感じでわーっていう感じかなって思ってたんですけど、もう内容本当に濃かったなって思って。一公、ね、演以上見た感じやったよ。えー、本当に。<laughs> ね、本当にそうやった。ね、でこれがね、ほとんど毎日いろんな人が入れ替わり立ち替わりでこれから東京と、はい、えっと味噌の里公演されるじゃないですか。うん、しますよ、ね。 すごい、ね、どのバージョンも見たい思見たいよ、ね、見たいい。よね。それだけの価値あある。ありました、うん、本当に。まあ、今回ねあの私たち見た時は音楽学校生が見に来られてたんですけど<う>もうこれもうね言ってたよね私が「もうこれ絶対見た方がいいよもう絶対見,て見れてよかったね <laughs> こんな時ねこんなレジェンドが集うことないからこれ見とかなあかんよ」って、ね、勝手にね始まる前にね。 言ってたよね言ってた <laughs> いやでもそれぐらいやっぱり貴重な機会だと思うんですよね、はい、このやっぱ50年間愛される、うん、ってなかなかないでしょうしその作品が。はい、でいろんな方が入れ替わり立ち替わりやってもやっぱりねまあもちろん賛否両論ありますけど、はい、私は素晴らしい作品と出会えて宝塚と出会えてよかったなって改めて思えた講演でしたね。そうん、うですねん うん、これからもあのね色あせることなく、はい、そうやって受け継いでいってもらえたら、うん、いいのではないかなと個人的にはね,ね、うん、思っております、まあ、次、雪組さんがねあとは綾風咲きな様がフェル全編されるということで、うん、ね下年を見に来られてたっていうのがはい、ネットニュースとかにもなってましたけど、うん、まあ。あ 趣味でしょう。いや、本当よ、あの空気よ。はい。あの空気を。はい。どれだけ感じ取って。はい。新しいものをね、また作ってくださるのかっていうの、本当楽しみですよね。これからね、見に行かれる方、それから配信なんかもあるようなので。絶対見た方がいいと思いますよ。もっと配信見られる方もね、ぜひぜひ楽しんでいただければと思います。はい。はい。それでは、手のひら優雅と。もみの木。ひかるでございました。 ありがとうございました。い,したいや、もう本当ありがとう。もう最高。もう最高でした。うん、もう大好きです。<laughs>